こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、村人取引でエンダーアイを15個ゲットし、あとエンチャントを使い始めました。特にエンチャントの仕様変更は素晴らしいです。スポナーの経験値トラップはあまり頼りたくなかったので大助かりです。でも、トラップ使った方が楽なんじゃないの？私のパソコンが何体のモブまで耐えられるかわからないというトラップがあるんですよ。死んで経験値を失うリスクよりマシでしょ。さて現状は第3次遠征の途中で、予定の地図7枚分調査のうち3枚目に差し掛かったところです。で、なんとなく、塔が雲を突き抜けた区切りで要塞探ししたいんですよ。なので今は一心不乱に新バイオームを目指します。なんか飛んでますね。浮島自体はそう珍しくもないのですが、これだけ地上との高度差があると気になります。案外動物が住んでたりしてね。もうちょい塔を伸ばせれば探索できそうなんですけどね。ふむふむ、わかりました。あの中腹のトンネルを通れということですね。誰もそんなこと言ってないわよ。そう聞こえた気がしました。そして2分後またトンネルを見つけられていい感じです。今は一心不乱にトンネルを目指す時です。新バイオーム目指しなさいよ。で、屋根上の森の火事ですね。牛が燃えているわね。ステーキ入手できるのは知ってはいるのですが、もうもう言われ続けるのが辛いんですよね。基本方針は一撃必殺です。何待ってるのよ。こういうのは牛の自主性に任せるべきだと思うんです。ステーキを選んだようです。久々のゾンビのレアドロップです。じゃがいもですね。企画終了まで人参落とさない運命なのかしらね。さて地図10枚目の下コースは終わりです。次行ってみます。さて次が地図11枚目です。この地図の西の端まで行ったら折り返して、上コースを東に進みます。そういえば、地図4枚に1箇所と言ってた寒い気候すらまだ見つからないわね。それなりに生成のばらつきが大きいので、最初の1つ目発見の時は期待値が当てにならないんです。で、空飛ぶキノコを見つけました。どうも池の生成で下のブロックが削られたようですけど、キノコは空中に残ったままになるんですね。さすがにこれは非現実的です。浮島にはそこまで言わないのに。だってキノコですよキノコ。それから5分後、順調に進んでいるところで順調に固まりました。最近たまーに固まります。デバッグ情報のメモリが 99%。メモリスワップのようね。そういえば2週間ほど前にセキュリティソフトを入れ替えたんですが、どうもそのせいでメモリ不足になってたのが原因だったようです。少しマイクラの割り当てメモリを減らした方が良さそうです。相変わらずギリギリが好きなのね。限界まで使ってる感じがするじゃないですか。さらに3分後、やっと来ました。お初の寒い気候です。500メートルも生成位置がずれてたら見つけられなかったわね。久々に冒険の時間が更新です。ここで6種類のバイオームを踏破してしまいます。果たして全部あるかしらね。凍った大河と丘陵の両方が見つかるかが問題ですが、まあバイオームが狭くなければ大丈夫だと思います。でも、本当に心配なのは突然変異の樹氷表現が見つかるかどうかです。了解を入手しなくてはなりません。さて、凍った大河まではあっさり見つかりました。あと寒い気候は普通のバイオーム2つ、そして突然変異1つが企画上必須です。そして3分後、凍った大河丘陵の方も見つけました。残った雪山と樹氷表現は目視で探せるのでだいぶ楽になります。お、あれです。あれは雪山に相違ありません。
というわけで、スムーズに6種類のバイオーム踏破できました。冒険の時間で残ったバイオームはもうジャングル目先残しかありません。この分だとまた順調にメサが残りそうね。本音では早めにメサを見つけて今回は楽勝でしたとやりたかったんですけど、ここまで来るとやっぱり今回もダメだったようです。さて、この地図では樹氷表現はありませんでした。迷いどころですが、予定変更してさらに西に進みます。第三次遠征の調査対象が1枚増えたってことね。いえ、寒い気候しか調べないのでおまけということで、まあ樹氷表現は見つからないとハマりやすいのでそう判断しました。まあでも、結局見つからなかったんですけどね。南の方も調べてみる？あまり広がってない感じがしたので断念します。さて、夏といえば怪談話ですが、と言っても動画作ってる時なので視聴されてる方は冬かもしれませんが。細かいわね。さっきまで冬のエリアにいたじゃないの。恐怖の消える浮島を見つけました。何が怖いかというと、視線を向けると消えるんです。みんなよう視線をそらすと出てきます。見えてるじゃないの。まあそれはともかく、地図11枚目の上コースのスタート地点に着きました。ここから地図7枚分東に進みます。とりあえず海洋が広がってたので移動が楽です。アクシデントがなければね。まず地図11枚目は何もなしです。この辺は地図作成済みなのでどんどん行きます。地図10枚目の上コースでは、惜しくも巨大トンネルになりきれない地形がありました。トンネルというか、ガスコンロになりきれてないわね。2分ほど進んだところで、こちらはれっきとした巨大トンネルです。こっちはかまどっぽいわ。でもこれ、実は通り抜けませんでした。このトンネルポイントを切り捨てた判断が吉と出るか凶と出るか。なんら影響しないわよ。それが、その少し後、船が回収できなくなっちゃったんです。何か関係あるの？船の真下にブロック置けないのは初めて知りました。ほら回収できなうおうおう。うわぁトンネルくぐらなかったせいでウィッチに襲われるし。さっきから意味がわからないわよ。要するにランダム調整失敗です。しかもドロップが雲の目です。もう一体のウィッチが池の中に隠れてたのですが、こちらのドロップはレッドストーン一つだけ。確実に運が悪くなってます。いつも通りじゃないの。さて間もなく地図10枚目が終わろうとするところですが、なんと来ました。樹氷表現です。まあこれで寒い気候の2箇所目ですが、まさか寒い気候より先に樹氷が見つかるとは思いませんでした。テリー、ひょっとして死ぬの？死にません。おかげで久々に新ブロック確保です。たった一つですが探すの苦しみそうだったのでこれは大きい。まあ確かにね。ちなみに樹氷表現の生成割合ですが、うろ覚えながら、前作43枚の地図で3か4箇所ほどだったと思います。で、氷塊は確か溶けないんですよね。念のため流れてた溶岩で実験してみましたが、やはり溶けないようです。まあ雪が溶けない方が不思議だったりしますけど。というわけで地図10枚目は調査完了、9枚目に進みます。ちらっと見えた丸まった浮島も割と好みです。動物が住んでて落ちてくるとさらにいいのですが。と、どうやら私と決闘するために待ち構えていたようですね。よかろうです。どんどん進むんじゃなかったの？いや、背後を見せるわけにはいきません。このゾンビが革のヘルメットとレギンスのダブルドロップしました。ひょっとして防具のドロップ率上がってたりしないでしょうか。さて、収録時間的に今回はここまで、というところなのですが、なんとここでメガタイガ2箇所目を見つけました。ジャングルだったらよかったのにね。まあでも、
今回で氷解含めて寒い気候の用事を全て済ませられたのでほっとしてます。次回は残りの第三次遠征です。ジャングルが見つかれば要塞攻略に、見つからなければ第四次遠征しようと思ってます。どうしても雲の上に行きたいのね。それもあるのですが、雲程度の高さが緩和できれば次エンドも大丈夫かなーという感じです。では次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。